採決を与党議員のほとんどが棄権したため、弾劾訴追案は成立しませんでした。午後6時前から始まった採決には、与党のほぼ全員が議場から退出し、投票に参加しませんでした。このため投票数が規定の定数に達しなかったため、採決は不成立となり、弾劾訴追案は廃案となりました。ユン大統領は職務を継続することになります。一方、採決が行われた国会の前で開かれていた抗議集会には、警察の推計でおよそ15万人が集まり、ユン大統領への弾劾を求めました。参加者たちは今回の結果に失望をあらわにしています。많이아쉽지만그래도다음기회가반드시올것이라고생각하기때문에너무주눅들지않고계속용기를가지고행동을하겠습니다윤석열은퇴진하라横田さん、弾劾訴追案を廃案に追い込まれたことで、今後野党側はどのように動くのでしょうか。はい、最大野党の代表はユン大統領を必ず弾劾すると徹底追及の構えです。さらに国民へのクリスマス、年末のプレゼントにしたいと話し、年内に弾劾の可決を目指す意向を示しました。野党側は早ければ来週水曜日にも再び弾劾訴追案を提出する方針で、与野党の駆け引きが続きそうです。一方の与党はどのような構えなのでしょうか。はい、つい先ほど与党代表はユン大統領の秩序ある退陣を進めると言及しました。また大統領が退陣するまで大統領は事実上職務から排除されると述べました。さらに退陣に向けては野党とも誠実に意見を交わすとしています。ユン大統領は今日、国民への謝罪の談を発表した際、自らの進退について与党に一任すると言及しています。与党側としては弾劾訴追案の可決など野党側に主導権を持っていかれるのは避ける形で、大統領の退陣に向けて軟着陸を図る狙いがあるとみられます。ただ市民の怒りは収まっておらず、大規模な抗議集会も続く可能性があり、韓国社会の混乱はしばらく続きそうです。